こんにちは、荒木和弘です。トム・ハンクスの主演の映画、チャーリー・ウィルソンズ・ウォーというのがありました。前にもお話したことあるかもしれません。ジュリア・ロバーツとですね、一緒に出るやつですけども、これですね、話の内容は、トム・ハンクスがアメリカの国会議員で、そして、アフガンの問題に関心を持ってですね、で、現地へ行って、そのアフガン難民の惨状をですね、目の当たりに、目の当たりにして、そしてこれソ連を追い出さなきゃいけないということでですね、アフガンのゲリラに武器を供与して、そして最終的にソ連が、撤退せざるを得なくなった、というお話なんですね。で、あの映画で、いくつか感じたことがあるんですけども、一つは、アメリカって何でもしたんだなと、いうことですね。これは、ある程度実話に基づいたお話ということで、実際にアメリカが、あの当時のアフガニスタンのゲリラを支援していたことは、これはもう、公然の話ですよね。で、それによって、ソ連が追い出されたのも事実なんですけれども、逆に考えるとですね、ああいうこといくらでもできるということですよね。世界中で、そういうふうにして、政府転覆したりとか、そういうことをアメリカは自由にやってきたと言っても過言ではないんだろうかと、ということであります。で、もう一つは、そういうことをやるんですけども、後始末がちゃんとできないのもこれもアメリカだということで、あの映画まさに最後にそこのところを強調してるんですけどね。追い出したのはいいけども、その後で、例えばその子供の教育の支援とか、そういうことを本格的にやらなければいけなかったのに、そこのところも気が抜けちゃってやんなかったと。で、そのおかげで、今度は、そこへですね、まさにタリバンの、世界になっちゃってるわけですけども、そこに、過激派が入ってきてしまって、結局、元も子もなくなったというようなお話。映画はそういう話なんですけども、実際にそういうこと、同様のことですね、たくさんアメリカはやってます。で、イラクの、フセイン政権倒した時だってですね、あれもう本当にフセインが、大量破壊兵器を隠しているというふうに言ってですね、そして、戦争やっちゃったわけですよね。で、戦争やって、で、気がついてみたらばなかったと。で、途中から、イラクの民主化がどうとかこうとか変な理屈がつき始めるということです。でも、おかげで、そのフセインが良かったとはとても言えませんけども、そのフセインの統治でですね、一応安定を保っていたものが崩れちゃって、結局ですね、イラクの中はめちゃくちゃな状態になると。引っ張られて日本もですね、自衛隊を送らざるを得なくなるというような、そんなようなことだったんですね。で、アメリカが考えてみると、アメリカがやってたことでですね、もう成功したことってそんな実は、多くは、ない。ある意味で言うと、最高の成功体験ってのは日本の占領だったんじゃないだろうかなというふうに思います。日本人順応ですしね。でもあれだけもめちゃくちゃに破壊してしまったんで、復讐しようという気は起きなかったと。で、それで、うまくいったというふうに思っていたということなのではないでしょうか。でも現実にはそんなに世の中甘いものではないということですね。で、私本当心配するのは、もう今までみたいに、とりあえずアメリカの言うこと聞いとけばよかったんだというふうに思ってですね、やってきてるのはもういい加減やめた方がいいだろうということなんですね。もちろん今までだって、その政治家の中でそういうアメリカの動きに対してですね、抵抗した人も当然いるはずですけども、逆にあんまり抵抗しなかった人の方が政権は長続きしているということもあったんではないだろうかなというふうに思います。で、もちろんですよ。冷戦の時代、つまり日本が敗戦になった後ですね、世界が二つに割れちゃったわけですね。で、どっちに属しといた方が良かったかっていうと、これはもう選択の余地はなかったんですけども、日本はやはり自由主義圏で良かったってことは間違いない。これはもう同じ民族で二つに分かれて、片方が共産圏、片方が自由主義圏ってなった朝鮮半島を見ればですね、もう社会実験みたいなもんですね。どっちが良かったかっていうのはすぐわかるわけで。そこを、考えてお、その差し引いておいても、これからもそれでできるうまくいくというふうに思うことは、やめた方がいいだろうと
そういうことなんですね。アメリカの大統領選挙で、どっちが勝ったらどうだっていろいろ言ってますけども、どっちが勝ったってもうろくなことはないです、おそらく。ね。で、だからろくなことはないという前提で、じゃあ日本は日本としてどういうふうにするかということが一番重要な問題ではないんだろうかなと。いうふうに思います。もうアメリカも別に責任取ってくれるわけでもありませんしね。だから自分で考えてやるしかない。ね。まあその第一が、拉致問題だと私は思って、いるんですが、まあともかく、もうそういう時代に入ってきていることは間違いないということを我々みんな認識すべきではないでしょうか。今日もありがとうございました。